はい、どうもクリアです。今回第2回目の、地球防衛軍ですね、プレイしていこうと思います。ということで今回プレイする職業は、はい、このルーレットさん、このルーレットさんが決めてくれる。一体何の何になるか。エアレイダー、またっすか。前回全然稼げなかったエアレイダーさんでもう一度プレイしろと、今度こそね、いい武器を手に入れろということですね。それでは戦車でゴリゴリ攻略していこうと思います。はい、それでは今回もこのエアレイダーですね、エアレイダーで攻略していこうと思います。なあ、戦車が欲しいな。あの緑のアイテムを手に入れて、もう強い戦車がもうメインなんで、そっちで攻略していきましょうね。で、市民から指導要請です。市街地に巨大生物が出現、直ちに現地に向かってください。なお巨大生物が吐き出す体液は強力の3です。まともに浴びれば無事では済みません。十分に注意してください。ということで前回のね、もう一回おさらいですけど、広がる最悪攻略していこうと思います。これ確実にノーマルじゃないと、ノーマルでもおぼつかなかったからちょっとね、ノーマルでさえ下手をすると途中で積んでしまうぐらいやばいですよ。やばいですよ。ということで、あ、レーダーを見ればいいわけですね。ちょっと待ってよ。まずは、ギガンテスさん、ギガンテスさんを呼んで、で、アリンコのところに、こら、爆撃だ。あ、しまった。ちょっと待って、爆撃ちょっと待って。そこ、仲間、そこ仲間。仲間です。それだけが死んだな。これレーダーをうまく活用すれば綺麗に仲間が死んでった。しまったなんでこんな目に。アリンコよりもちょっとね、別のところで最悪が起こってしまったようですね。なんか見えてるよりも意外ともっと遠くにやんないとダメだったみたいですね。あ、やべえ、これはちょっとまずいかもしんねえ。ちょっと待って、もう一回やらせてください。ちょっとね、もう一回、これをもうちょっと近づいて、レーダーを見よう、レーダーを見て、もっと全力でもっとグイーッと最大限までホイヤー。これならどうだ。レーダーの円のところはどうなってる。ああ、いいところ、そういうところ。これなら、あ、こんなもんなんですね。ちょっと前回というかさっき失敗したけど、オッケー、撃ち落とせー。火の海だ。あれ、ちょっと奥に行かすぎたかな。よしよし。あ、でも NPC さんたちが戦ってくれてるから、実質何もしなくても実はクリアできるんじゃないか。これ意外とこれ放物線を描く感じの起動してますね。これよいしょ。なるべく仲間がしないように。あ、やべ、失敗。よいしょ。壁に張り付いてるあのアリンコ、あ、吹っ飛んだ。こっちのアリンコも吹っ飛ばして、よいしょ、こっちになっていこうかな。こっちの、よいしょ。あー、動いたけど爆風で、まあ当たらんでも爆風で、あ、やばい。よいしょ、オッケー。よいしょ。ビルも吹き飛ばしていけば、その衝撃でね、あ、てかこれ落下ダメージ的なものは一切ないよね。どんな高いところから落ちても全然平気だから。あそこいるな。あ、ビルをぶっ飛ばした方がいいんじゃね。あ、なんか血しぶきがあと1匹。どこ行った、どこおる。あ、今倒してる NPC が倒してくれてるのかな。よしよしよし。あーっと、あとちょっと足りない。ちょっとね、鉱石が足りなかったな。ちょっとアイテムを回収しましょう。緑のやつを、よいしょ。近づかなければ。大原さんのアドバイス。おっと、この生物には、あ、ちょっと待って、ギガンテスは呼べる。あ、ギガンテスを呼んどこう。
よし。だが問題はない。 EDF の装備もまた7年で強力になっている。進化した。どうかな、倒せるかな。届いてる、届いてない。むしろちょっとひよった。あ、大丈夫なの、届いてるな。っていうことで、いったいったいった。これをもう一回ぶちのめしたいんですけど、いけるかな。これで、あ、遠すぎるか、どうだろう。新品の戦車でいこう。あれ、これが新品。よいしょ、よしよしよし。敵減ってる？なんか、あ、大丈夫だ。なんか吹っ飛んだアリンコもいるし、あい、結構倒せてる気がするな。よし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 。アリンコ、まあ、所詮敵はアリンコですよ。おいしょー。ほい、ウィングダイバーの救援を。ウィングダイバーさえ来ればもう勝てるみたいなね、このウィングダイバー過信説ですよ。こっちはウィングダイバーを引ければ勝てるっていう、そういう気分だったんですけどね。よいしょ。ガンも結構敵減ってるな。あー、やっぱりあの空爆が、爆撃がなんとかあれで結構減ったみたいですね。よいしょ。で、NPC さんたちが、むしろ NPC さんたちが頑張ってくれてる感がありますね。よいしょ。そこにいるアリンコも、で最後のアリンコを倒す前に NPC が倒したような、その前にアイテムを回収したい。どれほど奴らが進化していようと、飛ぶことができない以上、空中からの攻撃で殲滅できる。エアレーダーだろ、あ、エアレーダーじゃない、ウィングダイバーだったら空中から攻めて、もう空から置き攻めですよ、置き攻め。おっ、今回は緑のやつ。ああ、そこに1個、あの緑が取りたい。無理だ無理だ。今回はプラズマチャージャーと機関砲 A 攻撃ホエールプラズマチャージャー。あ、これはなんか強そうだぞ、多分ですよ。あ、やっぱり攻撃機ホエールさん、上空を旋回している大型攻撃機ホエールに機関砲の発射を要請する。これは結構強そうだ。榴弾砲、砲兵隊に榴弾砲、榴弾砲から、だ、これダメージ、140のダメージなんだけど、こっちは20がリロード、あ、300発かける20ってことか。これ140かける10発。6000ですよ。総トータルダメージ6000。こっち1400に対して。これライフベンダー、プラズマチャージャーって、ウィングダイバー、ウィングダイバーの友達がいないですね。ぼっちですね。ちょっと、支援系ばっかりだなぁ。でも、とりあえず、ホエールがパワーアップしたから、まあいいか。違う違う、これ、車両が欲しかったけど、あれ、緑のやつから車両出ない。むしろ、最初の方だと出ないのかな。よし、っていう感じで、今回は、まあとりあえず NPC を生かすことで、ね、一回失敗したけど NPC を生かすことで攻略できましたということで、今回はここまでです。お疲れ様でーす。